ということで、今日はミッションを。うわー、そういうことか。うわ、音読で、音読でどうぞ。カムチョン胸周りに行ってください。ただし携帯検索はなし。タクシー以外の交通手段、周りの人に聞くのは OK。 ワボイソフさん、え、次まだあるんですか。目が熱くなってる。見えてるんだよ、見えてんだよ。じゃあカムチョン胸周りでのミッションを。韓服、韓服をレンタル着用、インスタ映え写真5枚、大きな赤いポストを探せ。え、あ、カムチョン胸周りの街を引き出せ。韓服か、暑いよ。まず韓服聞くか。そこにあるで。え、あっちのあるかな。でも久しぶりの韓服だから。どこで着よう。でもなんかさ、韓服よりもなんか制服とか着てるのかな。そうそうそう、韓服じゃなくて制服はどうですか。いや、韓服か、ね、巨木かは、うん、もう自由で。はい、でも値段とかもあるから。いくらですかね。3000円とかですか。半紙が万一丁の。そうだよね、うん、1時間で待ち1時間ぐらいですよね。うん、はい、半分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 半可愛いじゃない。どうしよう。でも色もいろんなのいい。あ、色もね、よろっけ、いぶしみはよろぬき。あ、可愛い。昔の制服。うんうん。あ、戦争に向けて格好で。こういうのあったんだ。でもさ、これも可愛くない？可愛い。昔の。これ暑いですよ。暑い。暑いか。でも中に着る。私もこれなんだ。これに長いスカート。へえ。お上品。お上品する。え、でもうちさ、セーラー服に憧れてんの。これ日本人に向けそうな服。うん、くはい、可愛い。はい、可愛い。韓国の昔の制服スタイルにしました。本当に悩んだよね。めっちゃ悩んだね。めっちゃ悩んだね。ずっと悩んで、最初一番最初決めたんですけど、あれに、あの、それに決めて、私が着ても着てもパジャマとかになっちゃうから、そうね。あの、こっち側に変えました。で一緒に。はい、今日なさ。じゃあ屋上がいい感じなんで。もう。もうあれだよ。そこの展望台よりも全然いいよ。うわ。あ、前入ってないもん。じゃあこれ1枚だわ。ここすごいね。インスタ映え1。あ、そうだね。いやいや、すごい、さすがに。インスタ映えの中の1枚、うん、なるほど。すごいね。何だ。曲がってて。今風が出てて、ね、前髪を持ち上げてるんで。あの、このお店の屋上ですから、ここは。あの、韓服を借りたね、あの、京服を借りた。あの、自由に使ってくださいって言ってました。で、なんかあの、時間はお店から出た時からカウントするそうです。あの、だからこの時間は含まれない。はい、お店から、はい、お店から出た時にからスタートですよって言ってました。で、日本語喋れるんでね。よろしくお願いします。はい、その、あの、角度決めてよ。あ、でも普通に、あの、うちらこの部分で見る。この部分。はい、この部分。あ、縦で。縦で。四角の中があるんで、四角の中だけで。はい。あ、ちょっ
ちょっと近いな。だから決めなきゃいけないのよ。決めなくと角度決めてやらないと。はい。おじ。はい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 。よ笑って。はい。違うポーズで。はい。仲良さげに。はい。仲良さげに。仲良さげちゃん。カムちゃんのじゃあ水の回りをちょっと楽しんでみましょう。行ってきます。大きな赤いポスト。はい、私これ知ってる気がするよ。あれにある、ね、未来に届くやつだよね。あれはラホ。未来に届くやつだよね。あれそれやって届かなかったんだよね。え？でも多分ここの本。届かなかったんだよね。ここだったんですよ。どこの本じゃなかったっけ？ここだっけ？あったあった。まだ。あった。絶対飛んでた。あ、そうですか。すみません。ちょっと前に出ちゃうんで。はい、見つけた。やっぱりこの2回目のね、頭の中で考えて咲いてるんですよ、私は。これじゃないって言われたらもう終わりだけど。私の考えでは違うんですけど。違うか。だから撮影はカメラの後ろね。出すぎるなよって。猫。本当だ。にゃお。にゃお。あ、これ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 。あ、すごいさ。今うまいよ。今落ちるんだよ。네몰라보세요눈많아서별로힘들죠네그래바람을좀딱하면되는데이제가면씌우잖아요이거네이거하면네네이거몰라보세요이거무지개줄까요무지개는무지개로전체내주나네저이거어오이거떴다오무지개줄까요무지개로해주세요인스타봐주세요감사합니다잘봤어이이네그와이지요네어그와이엔치엔치들어가야이씨이씨마네난때응응고등어의오카시나지소소소소난때는난때는난때는그래나마의한국어슬라시소슬라시あ、ここは過ぎちゃうのね、もうこうやって。あと BTS さん。私のマミーが大好きなジミンちゃん。はい、チーズ。インスタ映え、インスタ映え。はい、チーズ。はい、チーズ。OK。あ、大体チーズ。本当だ。書いてほしい、書いてほしい。書いてもらう？いいよ。예쁘게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 もうね、トムはね、ほぼ顔は出来上がりました。フリーハンドでここまで描くってすごいわ。ボイソの動画史上、こんな体験特殊なやつなくないって。あ、そうなんだ。マジで観光ですよね。そうだね。なんか、もう指で。感覚がね。トムも。する感じなんですけど。トムもする感じ。今、ポッテとはポッテとリボンは同じ色です。そんな色じゃん。こっちがトモですね。で、こっちがリボンですね。かわいい、はい、
これすごくいいと思います。はい。もうお父さんもったいぶってるお父さんや。いやいやいや。やせーの。うわー、かわいそう。いい。めっちゃあのあれになりましたね。清楚になりました、ね。めっちゃ清楚。思った以上に清楚になった。え、でも特徴掴んでるの。めっちゃ特徴掴んでる。心やってくれてるわ、ありなの。本当だ、声出してくれてるね。うちでもお姉ちゃんこれめっちゃ。あ、お姉ちゃん似てる。こんな感じ。すごいお姉ちゃん。かわいい。かわいいよね。じゃ似てるよ。でもね、特徴掴んでるのよ。うん、かわいい。うん、目の色とかほら。目の色とか。ね、茶色。本当だ。あ、でもほっぺオレンジだな、やっぱり。かわいい。いや、これはいいね、いい。ね、賞味15分くらいですか。うん、あ、この後ろの柄とかがめっちゃ可愛い。可愛い。え、なんかちょっと韓国人っぽく描いてくれてる。めっちゃいい。ずっと見ちゃう。ね、うん、この時間でこのクオリティはいいね。うわ、想像とどうだった？いや、もう以上に超えて。あ、これでインスタ映え撮るか。そうだね。可愛い。すごいな、このなんか山とのコラボ。オッケー。かわいい。いい感じ。うん。あ、いいね。うまいな、こんなさすが。こんな感じがいいんだ。そのスープロと明るさのコントラストは。ハンドルが。もうちょっとね、曲げちゃった方がいいかも。あ、そう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 。あ、いいね。手がね。あ、そう、そっちの方がいい。あ、いいね、いいね。いや、これ1個だってさ、花瓶とかに入れてたけど、おしゃんくない？かわいい。あ、え、これですか？ポスト。あ、これ違います。あ、違う。ポストにしてきて、何でも言っとくって。あ、カバンの1。あ、アンネオンカムソン。あ、カムソン。アンネオンカムソン。ちょっと商品数多くなったね。なんか見てないうちにあのちっちゃいカバンもできたね。あれじゃない？あったー。でっか、あれポストか。あの、私的にここからの景色が一番綺麗だと思ってます。カムチョム沼ある。はい。あ、でもだけなんかいろんな展望見えますね。これ横からもそうですよね。確かに。すげえ。はい。あのミッション2番、あ、3番目だっけ、はい、3番目。船舶撃ってたもん。幸せな。あの、本当の郵便ポストなんで。はい。じゃあ、写真撮ってきます。キャルピース。はい。はい、チーズ。何の犯罪を起こした？え、でも日本のギャルは、なんか韓国のギャルピースこれなんですよ。うん、でもなんかうちらのギャルピースはこれなんですよ。それはないんですよ。それ埼玉ピース。それ埼玉なの。違う。あとこれなんですよ。でもギャルはこうじゃなくて、うん、こうなんで、こうです。だそうです。では最後、はいはいはい、マッチプを、はいはい、聞いていきましょう。はい、はい、土曜日夜8時はワボイソさん。カムチョムナマールいかがでしたか？楽しかったです。こうやって回るから写真ところもあるし、体験もできるし、もう縛られてない感じが良かったです。何するか、うん、ちょっとこういう感じでちょっと観光地紹介できたらいいかなと思っているんで。すごいいいと思います。これがリアルな観光。すごい長く韓国にいるんですけど、私も、うん、あの観光地とか旅行を釜山でするタイプじゃないので、うん、ほぼともちゃんと同じぐらい、うんうん、知識しかないから楽しい、うん、こういうの。いや、撮影でしか来ないから、うん、めっちゃいいな。よかった。でそのいいな。そ、ね、ヘビ、ヘビ、あのヘビ、え、ヘビやん。え、違う。なんなのもう。で、社長どうでしたか？いや、良かったんじゃない？良かった。うん、あのカムチョム生ある本当に私何十回も来てますけど今や、うん、だけど、こういう風に普通にこの楽しむっていうことあんまりしてなかったから、旗から見てた感じだけどすごく良かったと思います。店の方ともお話できたりしてたからすごく自然な観光でした。よかったら釜山でいいかな。ここら辺ね、マッチとかないですか？ここら辺じゃなくてタクシーでもいいです。コンジャオ、コンジャオ、ヌタウナギ食べれる？
うなぎですか？辛い辛そ。そこまで辛くないですけど、美味しい。うなぎは柔らかいでしょ。これは噛む感触が。そうそうそう。硬い？か、うん。硬い。焼くんですか？お、焼いて食べて、その後、ほっとんだ。あー。行ってみましょう。焼酎とか。いや、食べれるなら。私はうなぎで。え、肝はダメなんですけど。うなぎではないの。ぬたうなぎだから。どんな感じですか？日本のうなぎとまた違います？違う。挑戦してみるか。してみます。はい。実践してみると、うん、調べられないところですから、ジェイコンジャの、そこを調べて、そこの横のお店ですよ。そこの横。うんうんうん。あ、13年。わかった？うん。あ、13年。あ、13年。ありがとうございました。食べてきます。ハマるともう毎日行きたくなる。え、マジですか？行ってくれよ。ありがとうございます。動いてるから、おーそうなんだ。ありがとうございます。アジュサンヘっていう、シャンヘっていうジェイコンジャンオの横の見あるお店らしいです。それは何のお店なの？食べる。うなぎ、ぬたうなぎ。コンジャンオ食べれるの？わかんないです。でもここでチャレンジって言ってチャレンジ系です。チャレンジ系なんだね、はい、じゃあもう何歩間までワープしたらいいかな。ですね。そう、ジャンプしときます。あ、okay. そうだね。じゃあ、あのカムチャン村があるの入り口のところでジャンプしときましょう。何歩だめレッツラーク、何歩だめレッツラーク。あ、だだだ、5でジャンプするから、5やってジャンプ。何歩だめレッツラーク、ゴー。